と衣のやつバナナ。普段のご飯動画。そうだね。大体の家がこうなるよね。夏はね。うん、よし。食べよっか。じゃあまず衣にあげようか。バナナ。今あれだよね。衣を食事2回だよね。朝と夜だけだからさ、うん、そうだね、昼はおやつだもんね。そうだから毎回フルーツとかね、うん、女子の生活送ってるね、おっさんなくせに困り顔だよね。一生懸命だな。もうまてな待てない。これもやっぱり芋類好きだからさ、うん、こういうバナナも大好きだよね。うわよだれ。バナナと芋は違うでしょ。同じじゃない。いや一緒じゃないでしょ。そう、一生懸命衣は見てます。そうめん美味しい？うん、そうめんって感じ。夏はでもこうなるよな。ほんとね。ね、衣にもちょっとそうめんあげて。上手。器用に食べるな。はい、今日あの200回記念だから一応。そうめん食いながら。もう衣もちょうど2歳半ぐらいか今。2歳5ヶ月ぐらいか。うん、そうだね。ね。だいぶもうなんか食事しててもおとなしくなったよね。うん。なんかでもよだれすげえ今。うる。なんで来たの今。珍しい。珍しいね。マナは来るけどね。ウルもお腹空いてんのか。でも猫たちご飯食べてないよな。あんまり。夏バテかな。夏バテかな。なんか結構衣も暑さ対策さしてるよね。うん、これも待ってだよ。い、器用に食べるな。なんか去年ここまで冷房つけてた記憶はないぐらい、私ずっとエアコンつけてるじゃん。うん、電気代がやばそう。電気代やばそうだね。うん、衣もね、ちょっとお散歩の時間遅くしたりさ、水に濡らせる T シャツ着たりしてるもんなお前。うん、な、本当でもこれも暑さに弱いからな。ちょっとエアコンの温度上げるとさ寝れないもんな、なかなかな。よだれ。よだれ。今よだれ垂れたよね。垂れた。掃除したばっかのマーナー。怒んないの。怒ってるマナーが。誰か猫と仲良くなる方法教えてほしいわ。ああそうだね、ちょっとコメント欄でマジで教えてほしい。猫と犬が仲良くできる方法あれば教えてください。マジで仲良くない。
ちょうど200回だからね。そうだね。こっからあれ、そうインスタもやろうかなって思ってんだよね。あの結構東北地方回ってるじゃん、いろんな観光スポット、うん、まとめサイト的なのやろうかなって。いや大型犬と行けるとこの需要はやっぱ多いよね。探すもん、めちゃくちゃめっちゃ探すよね、うん、普通の小型犬は OK だけど大型犬ダメとかさ。意外に大型犬かって書いてなくても行けたりとかね、あるからね。まあちょっとインスタやろうかなみたいなね。ねえねえ、あとなんだろう今後ね200回、今年、うん、あ馬とか、あ競馬ね。そうだね競馬これもすごい確率で当ててるからね。そうそうそう。次何、10月がスプリンターステークス、うん、その後に何だっけ、夏がねやっぱりこう地方競馬とかしかないからやんないんだよね、うん、その後春夏と菊花と続いて天皇秋とかエリザベスとかかな、うん、冬になると。やっぱ一発目はやりたいね。そうだね、ちょっとケーキ漬けに衣競馬ね。今年俺回収率 0% だから。私今年やばかったな回収率。ちょっと後で計算しようか。やばいよ私多分 200% は超えてるよね。余裕で超えてるよ。だって外したの1レース2レースぐらいしかないもん。やばいよね。まあ衣もな、的中率と回収率お前すごいもん。やばいよねまだでも4回ぐらいしかやってないからな。ちょっと衣にも参加してもらおうかな。ということでちょっと今回はそうめんを食べながらだらだらねあの200回記念ということで話してみました。これまでと今後の抱負とそんなご立派なものではないけど、まあ、雑談会だな。そうだね、たまにの雑談会ね。ということでこれからもコロモチャンネルをよろしくお願いします。じゃあねコロモ、困りまいよバイバイ。